オスロの芸術家会館。1930年以来、周期展の会場となっている。周期展は、ノルウェーオスロで、毎年開催されている、美術展。ノルウェー美術家協会が主催している。絵画、彫刻、グラフィックデザイン、素描、テクスタイルなど、分野ごとに審査員が置かれ、審査を行っている。第1回の周期展は、1882年。 芸術家展の名称で開かれた。当時のブルジョア的なクリスチャニア芸術協会に対する反発から生まれた。設立を主導したのはフリッツ・タウロー、クリスチャン・クローグ、エーリック・バーレンショルドといった有力な画家であった。1884年、展覧会は国の補助を受けることとなり、管理芸術展と解消した。ノルウェー芸術の質と幅を示す狙いがあった。 1894年から2回は春に開催されたが、その後毎年秋に開催されるようになった。1930年からは芸術家会館で開催されている。従来は絵画、彫刻、素描、グラフィックデザイン、テクスタイルが展示されてきたが、近年では写真、映画、パフォーマンスアート、音声なども含まれるようになっている。写真は 1971年にケア・キワイ・ジャレビーに出展が許可されたのが最初である。最近では動画や携帯電話の写真も出展されている。2004年、1200点の作品が登録され、実際に展示されたのはそのうち117点であった。翌年は1700点以上の登録で過去最高を記録した。2004年の来店者は31533人であった。 ありがとうございます。